トゥルニアカは、皮脂植物の端子葉類のトガの一つで、二つ除くと四つの種を構成している。この学名は、これまで皮脂植物の分類体系が目まぐるしく、変遷を遂げ続けてきたという経緯があったにもかかわらず、多くの分類学者によって一貫して使用されてきた。南アフリカやブラジルガイアナなど、南米北東部の湿潤な場所に生息する多年生植物から構成される。 本家には、トゥルニア族とプリオニア族の二つの族があり、それぞれの族には二つずつの種が分類されている。放射状態称性を持つ、小さな銅化比花の両生花を咲かせる。発達した六本のおしべを持つ。一つの脂肪には三つの心側があり、同時に成長する。1935年のベットシュタイン体系の最終改訂版において、 ユリモクの上目として存在していたユリ上目、リリーフラリーに属するトガとして、トゥルニアカが置かれた。1981年のクロンキスト体系においては、非植物門単子葉植物ツがツクサ、アコウイグサモクに属するトガとして本家が置かれた。1998年に公表されたエペジー体系においては、形状が禁じしているプリオニアカと共に、 トゥルニア科はイネメの下に置かれることになった。2003年のエペジー2では、単子用植物のクサ類のクレードに属するイネモクの下で、プリオニア科が本科に統合され、下にトゥルニア族とプリオニア族の2つの属を持つことになった。エペジー3においても、その分類形態は踏襲されている。ありがとうございます。